赤コーナー270パウンドバブルリバース274パウンドボビーダンタロー青コーナー284パウンドアントン・ゼーシンク253パウンドジャンボ・チャレーダー全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。猛暑の折いかがお過ごしでしょうか。今週の全日本プロレス中継は2大決戦を迎えました超満員の日大講堂からお送りしてまいります。お話の方はいつものように東京スポーツの山田隆さんでございます。山田さん、こんばんは。どうも、よろしくお願いいたします。さて、リング上の方は現在タッグマッチ4人の選手がリングの中に入りました。外輪チーム、ボビー・ダンカン、そしてボブ・レムスの大型コンビ。日本チームの方はジャンボ鶴田、そしてアントン・ヘイシンクのタッグチーム。この30分の一本勝負からテレビジョンの方はお伝えしてまいりたいと思います。入念なボディチェックが行われました。レフリーはジョー・樋口であります。さて、先陣を切るのは日本の若い星ジャンボ鶴田登場いたしまして、相手はボブ・レムスであります。さあ、山田さん、この試合は30分の一本勝負なんですけれども、短期決戦というような感じがいたしますけれども、勝負の見どころはどんなところでしょう。そうですね、やはり両チームとも大変に大型であると、まあ、現代 の、 プロレスファンの好みからいけばですね、こういった大型のダイナミックなタッグマッチの攻防戦というのは非常に受けてますね。そうですね、日本チームはジャンボ鶴田からアントン・ヘイシンクにタッチが行われまして、早くも耐え固めに入りました。アントン・ヘイシンクであります。ヘイシンクは早いですね、抑え込みがね。そうですね、まあ、あの一発じゃちょっと決まるのは無理ですよね、はい、非常に焦ってますね。このシリーズはジャイアント馬場のタグコンビでちょっと一抹の不満を残しておりますこのアントン・ヘイシンクでありますが、だんだん試合を重ねるごとにジャイアント馬場選手のアドバイスが分かってきたような感じがあります。今直ちに技を打っておいてすぐにカバーに入ってホールに行くというようなことは、再三再四ジャイアント馬場が言ってたことですよね。そうですね、まあ、非常にね、注意をしていることをまた守り始めるようになったんですね。そうですね、足を取っての首固めジャンボ鶴田であります。今日はアントン・ヘイシンクのパートナーはジャンボ鶴田、ともにアマチュア出身。その点でジャイアント馬場選手とは違ったような感じがあるかもしれません。なかなかね、今のジャンボ怪力ですね。怪力ですね。最近はね、怪力、そしてラフファイト、いわゆる単なるテクニシャンから大きく脱皮しようという兆しが見えますね、はい、そうですね。132キロを軽々と持ち上げましたジャンボ鶴田であります。ジャンボのウェイトは115キロ、日本チームはトータルウェイト255キロのタッグチームであります。外人組はトータルウェイト247であります。あっと、ジャンボ鶴田の額が切れました。早くも切れました。そうですね、フリッツ・フォン・エルックに重傷を負わせました。額の傷、早くも切れました。鮮血であります。額に絆創膏を貼っていたんですけれども、もうそんなものではもう止まりませんからね。そうですね、あの長野大会で試合の後すぐに救急車で運ばれまして2針縫いました。ジャンボ鶴田の額が真っ二つに切れました。激しい出血になりそうです。深い傷ですからね。外輪チームはボビー・ダンカン登場いたしました。金髪の人間戦車、血を吹いたところに思い切ってパンチを浴びせ、そこに噛みつきに行きました。これはたまりません。ボビー・ダンカン、大型選手です。力がありますボビー・ダンカン。あ、やっぱりもう集中してきたようになってますね。そうですね、やはりこれはね、いい悪い別にしましてね、作戦としては非常にうまいと思うんですね、はい、相手のウィークポイントを徹底して狙うのはプロレスの鉄則ですからね。そうです、ババッ、いや、ジャンボ鶴田捕まりました。さあ、この辺りでアントン・ヘイシンクの助っ人が欲しいところですけれども、今もヨタヨタと出てきました。あの辺りがもう少しスピーディーに出てもらいたいもんであります。さあ、頑張ります。ジャンボ鶴田であります。足殺しに行きました、足殺しに行きました。レッグブリーカーに行っております。ジャンボ鶴田、両方の足を持って思い切って力いっぱいオストンクラブに入った。逆闇に入りました、逆闇に入りました。力を込めますと額からまた血が吹き出します。ジャンボ鶴田でやります。エプロンから場外に出ましたボビー・ダンカン、後ろから足を取ろうとしましたが、一瞬フットワークの速いジャンボ鶴田、リングの中央に逃れました。エルボースマッシュ一発、これは綺麗に決まりました。
顎の先端を捉えております。ジャンボ鶴田、ちょっとここ深追いしない方がいいですね、ははあのこの辺でね、変身君に変わるような作戦としていいと思うんですけど、はい、やはりねあれだけあの流血してるんで、多少エキサイトしてるということですね。流血した額に右の手を乗せまして思い切って額のあたりにクローに行ったんですね今。そうですね、はい、もう一回行きます。馬乗りになってボブ・レムスが額のあたりに両方の手をかけました。あパックリと口を開いております。ジャンボ鶴田の額であります。そこにまた両方の手をかけまして爪でかきむしりました。さらにまた出血がひどくなりました。ジャンボ鶴田であります。山田さん、このシリーズジャンボ鶴田は本当に試練のシリーズですね。そうですね、帰ってくるところロープのリバウンドを利用したエルボー、そしてすかさずカバーに入りましたボブ・レムスです。タグロープをいっぱいに広げましてアントン・ヘイシンクがつなごうというところですが、これはうまくタイミングを外しました。鮮やかに決まったボブ・レムス、場外に放り投げられました。腰を打ちましたボブ・レムス。さて日本チームはジャンボ鶴田からアントン・ヘイシンクにつながれました。若いジャンボ鶴田がアントン・ヘイシンクに行けというような指示を与えております。さあアントン・ヘイシンク、この辺りで頑張りたいところであります。満を持しておりましたアントン・ヘイシンク、おパンチを打ちます、パンチを打ちます、左のパンチであります。そして両方の手を足を脇に抱えました。さあリングの中に引きずり戻そうとするアントン・ヘイシンク、力があります。ヘイシンク逆エビの体勢、しかしロープが近い、ロープが近い、リングの中央に持っていってから逆エビに仕掛けたかったアントン・ヘイシンク、段階やってまいりました。あのタイミングですよね、そうですね、フローに行く時のタイミングね、この辺り一つアントン・ヘイシンク見習ってもらいたいところであります。今日はちょっとヘイシンク投げ技少ないですね、はい、そうですね。あとショルダーアタック打ち勝ったアントン・ヘイシンク、さあ立ち上がりというような姿勢を見せました。大きく腰に乗せました。そのままカバーに入るカウントワン、あとカウントワンです、カウントワンです。山さん何でしょう。いや今ねせっかく投げないともう少し続けたらいいです、いいですね、今のはいいです。ロープのリバウンドを利用して投げておいてスリーパーホールドに入ります。スリーパーホールドに入って今度はグランドレスリング、足をボディシザース、ボディに絡めたいところであります。もう2、3発投げ技が欲しかったですね。あそうですね、やはりねあの投げ技1発だけですとね、どうしてもあの単発で終わってしまって、はい、効果がね上がらないですね。なるほど、ですから思い切って 4,5 発立て続けにやっておいてその後寝技に持ち込むというような方法がいいと思いますね。なるほど、さあボブ・レムスからボビー・ダンカンにつながれました。大型同士の対決となっております。ロープに吹っ飛ばしておいてカウンターでキックを浴びせました。そして今度は反対にアントン・ヘイシンクにがっちりと太い腕が絡みます。ボビー・ダンカンのスリーパーフォールド入りました。どうやってほどきますか、どうやってほどきますか。左右に動き回ります。アントン・ヘイシンク動きはいいですね、はい、あんまく取りましたね、そうですね、うまく抜けました、いわゆるスリーパーをですね、体を回してですね一回転させて、はい、ハンマーロックから逆にスリーパーに取りましたね。そうですね、この辺りの身のこなしは実にうまいです、はい、正面を向いたところ今度はジャンボ鶴田飛び出してまいりまして東京区2発ストバックの辺りに打ちました。さあ有利な立場でやります。アントン・ヘイシンクです。フロントからのヘッドロック、大きく腰投げ1番抑え込みに行くか、まだ行きません。相当場内が熱くなっております。選手もエキサイトしております。ちょっと汗が光っておりますが体が滑りますね。そうですね、やはりあの投げ技をやる場合こういう風に滑るとやりにくいんですがね、はい、やっぱりあの技のキレがいくらか鈍くなるんでやっぱり数を欲しいです、ね、はい、なるほど。背中からはボブ・レムスが助っ人に行っております。アントン・ヘイシンクの大きな背中にパンチを見舞いました。ダンカンからレムス、ニードロップを見舞います。フロントのヘッドロックであります。余っている手で思い切ってボディを打ち込みますアントン・ヘイシンク、今度はおっとアントン・ヘイシンクのお株を奪うような腰投げに行きましたが足を払いました。アントン・ヘイシンク、そして力任せにボストンクラブです。ダンカン出てきた、ダンカン出てきた、ダンカン出てきた、ダンカン出てまいりました。フライングニーパット、大きな背中に打ち当てました。ここでジャンボ鶴田につなぎます。さあこの辺りでボブ・レムスの動きが完全に止まっております。グロッギー寸前になりました。ボブ・レムスエルボースマッシュ一発見舞いました。体がくの字になります。もう一発強烈なエルボースマッシュ、
まあね、ジャンボはあの早いあの時に出血してしまったんでですね、ちょっと力をそがれた感じなんですよね、はい、あの大型チームを相手にしてどういう技で決めるか、まあ大型にスープレックスが、ね、うまく取れるようですね、これはいいんですがね。そうですね、今度はコブラツイストに入りました。ダンカン気がつきません、背中を見ております。ボブレムスにコブラツイストを仕掛けました。ジャンボ鶴田でやります。ジャンボ鶴田コブラツイスト、しかしロープのそばでしたね。ちょっと滑りますね、はい、どうしてももうここ一番の締めが効かんですね、そうですね。フリッツ・ソン・エリックのアイアンクローで切られました額、またまた血が滴れ流れ落ちました。目に入りますね。今度は反対にボブレムスが仕掛けます。コブラツイストを仕掛けました。ヘイシンク出てきた。これはいいフォローだ。これはいいフォローです。場内からひときわ大きな拍手が沸き起こりました。今のはいいフォローです。首投げ1番エルボードラップ、これは決まった。素早くカバーに入るジャンボツルタ、欄干飛び出した。欄干飛び出しました。レムスの動きが完全に止まっています。チンロックに行きます。チンロックに行きます。ここ一気に攻めたいところですね、そうですね。首をひねるジャンボツルタ、そして弱っているボブレムスをアントン・ペイシンクに預けました。力任せに首をひねります。完全にチンロックに入っています。この同じ攻撃を展開するのはいい攻撃ですね。そうですね、非常にあのこの辺の連携ワークというか、はい、非常にうまいですね、はい、スーッといつの間にかコーナーマットのところにやってまいりました。ボビー・ダンカンに気がつきました。アントン・ヘイシンク、今夜のリングは後ろにも目があるようです。よく気がつきました。アントン・ヘイシンクであります。さあ日本 DA は2人がかりでボブ・レムスをやっつけます。大きくロープに振っておいてのベアハッグだ。ベアハッグに入ったリングの中央、ロープに逃れることはできない。そしてこれはいい連携プレーです。そのままポストに入る。決めたいところ、ギブアップか。まだギブアップしない。ギブアップしません。ボブ・レムス弾丸飛び出してまいりました。さあ今度はジャンボ・鶴田に預けます。1回ロープに飛ばす。フライングリーパッチが決まった。強烈です。顎の先端あるいは顎が砕けたかもしれません。そして人間風車ダブルアームスープレックス、あー決まった。強引に持っていく。人間風車決まった。前固めに入る。決まりました。アントン・ヘイシンクのうまいフォロー。日本チーム勝ちました。見事な人間風車ジャンボ鶴田決めました。はい、完成です。ジャンボ鶴田の、ね、ダブルアームスープレックスも見事でした。あれだけの巨体のですね、レムスをものの見事にしてました。その後のヘイシンクのフォロー、これは実に鮮やかでしたね。そうですね、さすがにアマチュア出身のコンビアントン・ヘイシンク、そしてジャンボ鶴田、非常にいい呼吸を見せました。見事な試合でボブ・レムス、ボビー・ダンカン組を打ち破りました。それにしましてもジャンボ鶴田の人間風車はいつ見ても本当にスカッとしますね。そうですね、特に今日の、ね、相手が大型だっただけにですね、非常に見応えがありましたね。そうですね、敗れました外人チームですけれども、また場外に降りて控え室に戻ろうとするジャンボ鶴田を捕まえました。ジャンボ鶴田を捕まえました。アントン・ヘイシンクもボブ・レムスの熱い胸にパンチを加えております。試合は終了しております。試合は終了しております。エキサイトした外人組ボビー・ダンカン、ボブ・レムス組敗れました。見事な試合でした。